はい、こんにちは。トルーパーズの山中です。今日はこの間もサバゲーに参加してくれたノム君に来ていただきました。はい、こんにちは。今日ツイッターで踊ってますんで、よかったら見てください。今日は、こちら、US ワッペン血液型各色、こちらを紹介いたします。各色といっても一応このマルチカムと、まあ、この単色ですけど ACU という、2色があります。でマルチカムは今ちょっと商品を集めて思ったんですけど、これマルチカムって言えんのかな、あの生地を使ってるので迷彩のバランスが、友達からメールが入ってしまって、多分どうせあのこの人なんですそれで、まあ、こんなこちらなんてほとんど単色にしか見えなくなっちゃってたり、まあ、縁の色もちょっとあのロットによって変わっちゃったりもしますけど、まあ、一応その辺はですね、まあ、通販派にはちょっと不利な話ではありますが、お店だったらあの、3個4個一応一緒に、展示してますんで、選んでご購入をいただけると幸いです。まあ、そんなわけでですね、背面はこのようにベルクロになっていて、こうやってまあ帽子か貼れるわけです。まあ、多分ここに貼る人いないと思わないそう僕大型ですっていう人でもまあ一応隊員さんがなんていうのかな、戦場で怪我してしまった時に輸血が必要になった場合に、血液型が分かるように、どういうとこ貼ってんのかな、まあ、多分こういうとことか貼ってんすかね、まあそんなような商品でございます。はい、どうすか、じゃあサバイバルゲームでこれを貼っとくとどういう効果があるんですかね。お前貴重面だな。貴重面だ。英語の貴重面だ。俺貴重面だぜ。英語の A B 型のこれは変わり者だと思って。はい、自分 A B 型なんですけど。はい、あとあれが好きな子とか。ああ、相性が。そうそう。あ、この人何型なのね。血液型じゃないですか。そうそう、興味ある人は。あのサバゲー会場なんて特にさ。危ねえじゃん。もう時計の雰囲気があるんでね。危なくないですからね。はい、まあ、そういうわけで、今回は、US ワッペン血液型各色紹介しまして、まあ、それぞれ AB 型、A 型、B 型、O 型とありまして、カラーが ACU とマルチカムの2色があると。そんなわけで装備のワンアクセントでいかがでしょうかっていう感じです。では下の方にリンク貼っておきますので、よかったら検討をよろしくお願いします。ありがとうございました。